天の主や神様、新しい朝をありがとうございます。一人一人が主との関係を修復し、また主に向かって捧げる礼拝をあなたがお導きくださいますよ。これからお願いいたします。あなたを礼拝します。イエス・キリストの皆で感謝してお祈りいたします。アメン。一緒に祈っていきましょう。今ここに、今ここに、主の霊が激しく、自然の恵みも神の恵みですけれども、
高いところにあるエルサレムのその神殿の敷居から水が溢れてきて、そしてその水は荒野にまで到達する。この塩分が多いこの死海の水はやがてこの神殿から流れてくる水で中和されて、全てが生きるというのはそういう意味なんですね。その死海の水が生き物が生きることができるような水に変わる。神殿から流れるように、今日私たちの心の奥底から、その中央から生ける水が流れてくる。そのことを私たち聖書を通して信じましょう。皆さんの心の中央から今日生ける水が、聖霊が流れているでしょうか。アレルヤ。命の水をご一緒に楽しましょう。ここに命の水が溢れ流れる。罪も汚れも洗い清められる。上からくもがすべて満たされてゆく。命の水ものすべて花を探す。ここに命の
体、魂、で、全てを潤し、そして私たちの環境をも潤し、祝福してくださる、主の恵みが流れています。もしその流れがせき止められていたら、扉の声、主にたくさんと言いたいと思います。晴れた天使を見られ、晴れた頃の白い天の父よ、憐れみたまえ主よ、罪の許したまえ、癒したまえ、
というのを見言葉を言いまして、でそこにいたのは2人だったんですね。だからつい笑ってしまったんですけど、でも主は、複数の人がそこにいるときに、もちろん2人じゃなきゃいけないことはないんですけど、私たち複数で今朝も集まりました。そして力を合わせて祈り合って生きていっております。主よ、それが主が働いてくださるその約束の成就になると信じます。主の勇姿、この歌をしていきたいと思います。主の勇姿が手を取る
Thank you.
者になりたいと思います。この罪を許し驚くべき恵み、今世界の教会でこの罪の許し贖罪あらないというものが軽んじられてきているというのが大変あるんですね。私たちはこの罪が許されるということがどれだけ大きなことか、そしてその罪が深い罪人の頭だと、そう自覚できればできるほど、その分だけ多くの許しがあり、それが感謝につながっていく。多く許されたものは多く愛するようになると言われました。私たちは誰よりも愛されているのです。そのままの姿で許されているんです。今日そのままの姿で進んでいき、そしてイエス様とのしっかりした関係を持って、父なる神と和解し、父なるためにイエス様に聖霊なる神様礼拝してあげていくことができるように、しばらく皆さんで感謝とともに悔い改め祈っていきたいと思います。お祈りいたしましょう。主よ、あなたの許しの恵みを心から感謝いたします。そして信条をします。天地の作り主神を信じます。一人の怪しいキリストを信じます。
受ける神に仕えることができるようにされました。イエス様の血潮は聖なる神に仕えるために、私を誠の聖女に変えらせます。イエス様の血潮は私がサタンとそのすべての力に打ち勝つようにさせます。イエス様の血潮は私の永遠に続く喜びの源です。アメン。ありがとうございます。お祈りいたします。天のお父様、この新しい朝、まずあなたの復活を称えた弟子たちのように日曜日の朝集まりました。主よ、私たちとこの朝も出会ってくださることを感謝いたします。この朝もイースターです。そして私の中にあなたは来てくださるので、この朝もクリスマスです。主よ、聖霊を注いでくださるので、この朝もペンテコステです。どうぞ一人一人が本当にこの御言葉と聖霊を通して、イエス様の血潮の力、そして御言葉の力、命、主が共におられるということを、この一週間の中で体験していくことができるように、新しいこの主を守り導いてくださいますように心からお願いいたします。生きておられる主を、あなたの皆を称え感謝し、御言葉に期待し、主イエスキリストの皆でお祈りいたします。アメン。皆さん、おはようございます。おはようございます。一緒に礼拝できることを心から感謝したいと思います。もう早速ですね、もうメッセージの時間がいつもよりなぜか15分ぐらい進んでいますので、本題に入っていきますが、どうしたら神に喜ばれるのかというですね、もう早速、この題に入っていきます。聖書2箇所読みたいと思います。一つ目は民数記6章26節、説教要約の上の方に残りますので、それを一緒に読んでいきたいと思います。主があなたに微笑みかけられますようにという言葉ですね。皆さんに読んでみますか。はい。主があなたに微笑みかけられますように。ついて詩編119編135節、はい。あなたのしもべである私に微笑んでください。私に生きるべき正しい道を教えてください。アメン。神に喜ばれること、これが聖書の教える人生のゴールなんですね。じゃあ神に喜ばれる、どうしたら神が私たちを喜んでくださるんでしょうか。エペソ5章10節、聖書はこう語ります。主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。どうしたら主が喜んでくださるのか、それを見分けなさい。そのように聖書は語るんですね。今日聖書からそれを共に見ていきたいと思います。じゃあ主と共に歩まれたその人の人生、その一人の人を取り上げてみたいと思います。ノアの箱舟で有名なノアという人ですね。その昔、ノアの時代、世界は腐敗し堕落していました。すべての人は神に喜ばれる生き方に興味を持ちませんでした。ただ自分を楽しませること、自分を満足させることに夢中でした。神様がその当時の世界を見たときにどうだったでしょうか。誰も神に心を向ける人がいなかったんです。心を痛めました。そして人間を作ったことを後悔し、そしてうんざりしてました。しかしたった一人だけ神に心を向けている人がいたんです。神様はその人を喜びました。それがノアだったんですね。創世記6章5節からにこう書かれています。主は地上に人の悪が増大し、その心にかかることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで私はこれらを使ったことを残念に思うからだ。しかしノアは主の心にかなっていた。まあ、ここまで、最後の最後まで主は後悔した、悔やんだ、心痛んだ。最後、しかしノアは主の心にかなっていた。素晴らしいです。もう主にとってそこに
喜びになりました。だからノア以外を全部滅ぼしてしまおう、そしてノアとその家族を残してもう一度やり直そう、主はそう思ったんですね。全部を滅ぼすんじゃない、ノアとその家族、まあセムハム、ヤペテ、そしてその奥さん、船っていうのは8つの口とか書きますよね、ノアとノアの奥さん、そしてセムハム、ヤペテ、その奥さん3人、夫婦プラス6で8つの口、まあ、口が8つありますね。そこに、船という字が、できたことを聞いたことがありますけど、まあ、そこの漢字の中に日本の、中にもですね、聖書の思想が込められてる、嬉しく思いますね。ノアは神の心を喜ばせた、だからもう一度ノアの家族とやり直そう。皆さん、今日このノアの家族、ノアの生き方を通して私たちがどう歩んでいくべきか学び、考え、そして知り、身につけていきたいと思います。それでは今日の本題に入っていきます。第1番目、それではどういう生き方だったでしょうか、ノアの生き方。それはノアは神を愛する人だった。世界中の人たちが神様に背を向けていた、背中を向けていた。でもたった一人、ノアだけは神を愛して神と親しく歩んでいたんですね。皆さん、神様は神を愛し親しく歩む人を喜んでいるんです。皆さん、それは驚きじゃないでしょうか。こんなちっぽけな人間に神様は目を向けていてくださる。そして親しくなりたいって願っているんですね、神様は。この私たちと、ホセア6章6節にはこう書かれています。私はあなたの生贄が欲しいのではない、私が望んでいるのはあなたの愛なのだ、決してあなたの捧げ物が欲しいわけではない、私はただあなたに私を知ってほしいのだ。アメン。その形の礼拝、あるいは単なる形だけの捧げ物、献金、そういうものを求めているんだ。あなた自身の心が欲しい、そして私の愛を知ってほしいんだ、主は言われました。皆さん、今日私たちがどれだけ主から愛されているのか、皆さん、それを受け入れ、信じてください。そして私たちがその愛に応えることをね、主は喜んでいてくださるんですね。神様は愛し合い、そして一緒に過ごしたいって願っている。一緒に過ごしたい。私たちの生きる目的の中で最も重要なことは、神を愛し神から愛されることです。この愛の関係の中で生きていくこと、実はこれが最も大切なことです。夫婦関係を考えてみれば分かりますね。夫婦の中で愛し合うことこそ最も大切です。聖書は語ります。イエスは彼に言われた、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。皆さん、夫婦の関係の中で愛し合う、そのことがなければ、もう夫婦生活、家庭生活はもうボロボロです。辛いです。傷つけられます。神様との関係もそうですね。この愛し合うという関係がなければ、単なる宗教であり、神様が願っておられる生き方ではないんですね。どうぞ神の愛を受け入れ、そしてその愛に応えて主を愛するように、イエス様の皆で祝福いたします。アメン。第2番目、ノアはどんな人だったでしょうか。神を信頼する人だったと聖書は教えます。ノアは心から神を信頼しました。神が言っていることが理解できないその時にも、そのまま信頼して受け取りました。神が言ってんだから間違いない、理解できなくても信じたんですね。神様はいきなりこう言い出しました。世界中の人は罪を犯して罪が満ちた、もう私はこの人たちを洪水で滅ぼす、でもあなたとあなたの家族は別だ、あなたと共にやり直したいんだ、あなたの家族を連れ、また動物、すべての動物、オスとメスを一組ずつ箱舟に乗せなさい、
その箱舟を作りなさい。いきなりそう言われたんですね。何の予告もなしに、まあ、最低3つの障害があったと思います。まあ、1つ目はですね、まず当時雨はなかったんです。地からこの、霧が立ち上って、それが地を潤していたんですね。雨がないんだから洪水なんか想像することもできなかった。聖書はこう言ってます。神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである。ただ霧が地から立ち上り、土地の全面を潤していた。創世記2章ですね。霧が地から立ち上り、土地を潤していた。雨が潤していたんじゃないんです、その当時は。今と環境が違いました。洪水って言われても何のことか分かりませんでした。まあ、2つ目、ノアが住んでたその場所から海まで相当な距離がありました。どうやってその箱舟を作って海までその水があるところまで移動するんだろうか。まあ無理です。ノアと家族だけじゃ到底無理だ。だから2つ目の障害は距離という障害でした。で3つ目、どうやって動物を集めたらいいのか。一種類の動物ばっかりいっぱい来てもダメなんですね。一種類はオスとメス、その一組だけです。どうやって乗せたらいいのか、世話したらいいのか、飼ったらいいのか分からない。ノアは分からなくても文句一つ言わず言い訳もしませんでした。難しいからとかそんなことも言わない。どれだけ神様はノアを喜んだでしょうね。神を信頼していたからです。どういうふうな神様を信じたんでしょうか。神様は最善以下をなさらないっていうことなんですね。私たちが信じている神様は最善以下をなさることがありません。一緒に言ってみましょう。私たちの信じる神様は最善以下をなされません。3回、私たちの信じる神様は最善以下をなされません。アメン。今日皆さんが抱えている問題がもしあったとしたら、そこに手を差し伸べて最善をなしてください。マイナスの部分があったらそれをプラスに変えてください。良きに変えてください。問題を解決してください。不可能を可能にしてください。皆さん、そう信じて期待していったらいいんですね。皆さん、神様がそうしてくださることを期待してください。ノアは船を作るのに相当の時間がかかりました。作業は困難でした。落ち込んだかもしれません。もうダメだ、もうできない、やめよう。また雨が降る気配は全くありませんでした。周囲の人たちは馬鹿にしましたね。しちがいだ、狂ってる。家の前の庭で箱舟作ってるんですね。みんなが馬鹿にして指を差しながら、きっと恥ずかしかったと思います。馬鹿だなあいつらは。しかしノアは神を信頼したんです。親子関係の中でですね、もし子供が自分の親を信頼してくれるとしたら、親は嬉しいんですね。信頼をする、神を信頼することを神は喜んでくださいます。今日神様を信頼する心を私たちは改めて持っていきましょう。神は最善以下をなされない。私たちが考えたら問題だらけですね。あれも問題、これも問題。しかし神様は最善以下をしない。プラスはプラスになるので良いです。でもマイナスはどうでしょうか。プラスに変えてくださるんですね。ローマ8章28節、神は全てのことを働きて益としてください。アメン。次に第3番目、ノアはどういう人ですか。神に従う人でした。神を信頼するだけじゃなくて従った。動物を集めて船に乗らせて飼育する、それはですね、もう知識も必要だし知恵も必要でした。まあ、この蛇に噛まれたらね死ぬとかね、この動物はもう獰猛だとか、この動物と一緒にするとね殺し合ってしまうとかね。だからどうしたんでしょうか。神が言われた通りにやらなきゃいけなかったんですね。寸分たまわず神様が言った通りにそのまんまやった。まず材料を何にするか言われた通りです。形もです。
行動も寸法も神が細かく指示された。今世界中を航行するあのタンカーとか船、この船のこの縦と横とこの割合がですね、ノアの箱舟が教えるのと全く同じように作ってるんです。それが一番沈まないし、それが一番安定するんだそうですね。で神様はこと細かく、何にも知らないノアに細かく指示されて、そしてノアは言った通りに作った。聖書はこう言っています。ノアは全て神が命じられた通りにし、そのように行った。どんなに小さなことでもね、その材質あるいは寸法、そういうことまでも神が言った通りにやった。皆さん、神はノアをどれだけ喜んだでしょうか。じゃあ私たちはどうでしょうか。私は神よりもよく知っている。で、私だって人生の経験があるんだ。そして勉強もしたんだ。よく知っている。だからこうじゃないでしょうか。神様、違うんじゃないでしょうか。神様にアドバイスしちゃったりしてね、違うと思いますよ、もうみんなそう思ってますよ、テレビでもそう言ってますよ、教科書でも教えてますよ。ノアはそんなこと言いませんでした。ためらうことなくしたかったんです。言った通りにやった。皆さん、神様が言われるときにね、神様は説明したり、またその理由を知らせられないことがあります。そんな義務なんです。やりなさい、はい。皆さん、それがね、神様と私たちの関係です。もちろんイエス様は友よと呼んでくださる、その中にしっかりと説明をしてくださいます。でもこの時代はノアに言ったら、ノアははいと従うだけ、それが必要だったんです。もしすぐに従わなかったらどうでしょうか。不従順になっちゃうんですね。理解することは後回しでもいいんです。でも従順はその時しなきゃいけません。即座に従う、従ったら後で分かるんですね。ああ、こういうことだったんだ。皆さん、どうぞ、私たちはまず従う、そしてもう一つ、部分的にではなくて全部従うように、これが大切ですね。私たちは毎週日曜日の教会に行きます。しかし10分の1の献金を捧げることはどうでしょうか。信徒同士の交わりはします、楽しいです。でも伝道はしてるでしょうか。聖書を読みます、祈ります。でもあなたを傷つけた人を許してるでしょうか。部分的にではなくて従順っていうのは全部従うってことです。でさ、この従順が神を信じてることの表れなんですね。口で神を信じます言ってもね、行動がついてこなければ神を信じてないか、信じきれてないんですね。ヤコブ2章24節こう書かれています。人は行いによって義と認められる。人は行いによって義と認められる。宗教改革者のマルチン・ルーテルはこの聖書の言葉を鍵として、このヤコブ書っていうのは藁の書簡だ、そんな聖書を読む価値もない、切り捨てたんですね。でもそれ正しかったでしょうか。ルーテルの誤解だったんですね。人は行いによって義と認められる。なぜでしょうか。人は信仰によってのみ救われるはずです。でも口で信じますって言うんだけど、もし行動が伴わないとしたら、実は信じてるつもりになってるだけなんです。実は信じてない、信じきれてない。だから人は行いによって義と認められる。行いが証明している、信じているかどうか、信じていることを証明する。皆さん、今日自分の胸に手を当ててください。私は神を本当に信じているだろうか、信頼しているだろうか。今日改めてイエス様を信じる、そのような決断をしたいと思います。イエス様を信じる人はアーメンと言ってください。アーメン。第4番目、ノアはどういう人だったか。神に感謝と賛美を捧げる人でした。人から褒められたら嬉しいですよね。
認められて感謝されたら嬉しい。まあ当然ですけど、私たちの神様も同じです。神様に似せて作られてるんでね、私たちが嬉しいことはやっぱり神様も嬉しいんですね。ノアは洪水の後船から降りて神に感謝と賛美をされました。創世記8章20節にこう書かれています。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。まあ、この時代ノアの礼拝は動物や鳥を取って全焼の生贄として捧げた。しかし今は時代が変わったんですね。今は恵みの時代です。ペンテコステ以来聖霊が注がれた教会時代。じゃあ今の生贄、全焼の生贄は何でしょうか。イエス様のただ一度の十字架で終わったんです、生贄は。じゃあ動物の生贄を捧げるんじゃなくて、私たちは何をしたらいいか。感謝と賛美を捧げることが礼拝であり生贄なんです。ヘブル13章15節こう書かれています。私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げていこうではありませんか。さあキリストを通して賛美の生贄を捧げる。なぜ賛美の生贄なんでしょうか。それは私たちの感情が賛美したくない、感謝したくないからです。それでもその気持ちを追って、その気持ちを超えて私たちは感謝する。でさ、それが犠牲的な賛美である礼拝なんですね。昔は全焼の生贄でした。今は私たちの賛美の生贄だ。なぜならばイエス様が十字架で生贄となられたからです。でさ、そこでイエス様は血を流して死なれました。過去現在未来全ての罪が許されています。イエス様がそこで肉と肉を裂き血を流してくださいました。だから私たちに聖霊を注いでくださいました。イエス様はそのカルバリの丘で倒れ、鞭打たれ死なれました。だから病の癒しがあるんです。イエス様は呪われました。木にかけられたものは神に呪われたものである。見せしめです、裸です。そして人々の笑い者になりました。私たちの呪いを受けてくれたんです。イエス様は死にました。そして墓に葬られました。三日目には見られました。そのようにして私たちを救い、死を滅ぼし、永遠の命をくださった。もう私たちには全焼の生贄は必要ない。イエス様が捧げてくれたからです。私たちはそのことを思って神に感謝を捧げるんです。もう生贄じゃないですよね。イエス様が全てをしてくれた。だからもう嬉しくてたまらない。神に喜ばれるっていうよりもね、私たちは感謝を捧げざるを得ない。皆さん、そのようにして主を礼拝していきましょう。礼拝っていうのはそういうものです。そして私たちはただ神を礼拝するんですね。自分を喜ばせるために来てるんじゃないんです。でも神だけを喜ばせようとした結果どうなるんでしょうか。例えば誰かに誕生日にプレゼントをあげたとしますね。でプレゼントを渡したらね、その人が喜んでくれる。でその姿を見て嬉しくならないでしょうか。ああ嬉しい、これ欲しかったの、ありがとう。皆さん、私たちが神に礼拝を捧げて神様が喜んでくれているその姿を見て私たちも嬉しくなるんです。だからそれがね、礼拝で与えられる喜びなんです。だから自分を喜ばせるために行くんじゃない、神様が喜ぶことだけを考えて礼拝する。そして神様が喜ばれているのを知り、それを見るときに私たちも喜びにあふれる。皆さん、今日もし礼拝に喜びがないとしたら胸に手を当てて考えてみてください。礼拝を通して神様を喜ばせるんではなくて自分自身を喜ばせようとしているということはないでしょうか。皆さん、感謝と賛美は神を喜ばせます。そしておまけとして
神が喜んでいるので私たちも喜びにあふれるんです。アメン。5番目、ノアはどういう生き方をしたんでしょうか。本来の生き方に立ち返った。人間本来の生き方に立ち返った。洪水が終わってノアは船から降りました。で、神様は本来の生き方をするようにと命令しました。書籍9の1から3です。神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。飲めよう食えよう地を満ち地に満ちよう、野の獣、空の鳥、地上、地の上を動くすべてのもの、それに魚、海の魚、これらすべてはあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。生きて動いているものは皆あなた方の食物です。緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。だからこれはですね、生き方を変えて本来のあなたの生き方をしなさい、今の生き方から向きを変えて本来の生き方に戻りなさい。つまり神様はですね、礼拝している時だけではなくて、教会に行ってね、霊的な信仰的な活動をしている時だけではなくて、24時間365日を喜んでおられる。そしてそれを興味を持っておられるんですね。私たちが礼拝していないその365日、生活のすべて細かいところまで興味を持っておられる。罪を除いて私たちが神を信じ神を崇めて生きるなら、その営みは全部神を微笑ませてるんですね。どんな細かいことで、道を歩いてても寝ててもお風呂に入っていても食事をしていても神が喜び微笑んでいる。まあ、親はですね、子供が一生懸命努力しているその姿を見て誇らしくなり嬉しくなりますよね。一生懸命子供がやってその能力を発揮している姿を見て親は嬉しくなる。つい、まあ、親バカっていうんでしょうかね、子供の自慢をしてしまうこともあるぐらいですよね。私たちがですね、自分を受け入れて、そして自分になりきって自分の能力を発揮しているときにですね、神様の栄光が現れる。皆さん、私たちの能力が発揮されるときに、自分の人生を生きているときに、私たちを通して神の栄光が現れているんです。しかし神様は自分のごく一部であっても否定して、私はこの部分がダメだ、そして私はこれが足りない、あの人に比べて私はダメだ、もしそう言ってしまったとしたら神様の栄光を否定することになるんです。神の主権を否定することになるんです。私たちは神によって作られた、そして神は素晴らしいと言われた。皆さん、どうぞ自分を否定しないでください。神は私たちを愛し、私たちを素晴らしいものとして作ってくださいました。聖書はこう語ります。イザヤ 45-9、 ああ、陶器が陶器を作る者に抗議するように、自分を作った者に抗議する者、粘土は形作る者に何を作るのかとか、あなたの作った者には手がついてないなどと言うんだろうか。作られた者が作った者に抗議するってことはあるだろうか。皆さん、私たちは作られたものです。そして神様は私たちを最高のものとして作られました。皆さん、子供が親を喜ばすっていうのはですね、何もしなくてもいいんですね。もうそこにいるだけで嬉しいんです。親は子供を愛してるからです。神様はあなたを愛してるんで、あなたがそこに存在してるだけで喜んでおられる。神はあなたを愛してるから。だから皆さん、親っていうのはね、子供が完全になったらよしって初めて喜ぶんじゃないんです。成長の過程、まだ小さい赤ちゃん、中学生、高校生、大学生、まだ完全じゃないけど途中も喜んでるんです。見守ってるんです。成熟して完全になったら受け入れようなんてね、親は思ってないんですね。その時その時その姿を見守って喜んでいる。皆さん、神様も私たち、
まだまだ不完全です。でも今もあるがままを喜んでもらえる、そして愛してもらえる。まあ、今までですね、もしかしたら気難しい学校の先生あるいは親などと出会ったことがあるかもしれません。でも神様はそうじゃないんです。あの人と神様は同じだと考えないでください。神様はあなたが完全じゃないこと100も承知です。足りないこと分かっています。罪も繰り返して犯す、それも分かっています。でも神はあなたの心を見て喜んでいてください。あなたの心を、あなたの生き方を見守っていてください。パウロはこう言いました。第2コリント5章9節、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。今の人生、そしてこれからの人生、どこにいようと私たちが願うことは主に喜ばれることです。皆さん、これが皆さんの人生のゴールになっているでしょうか。主が喜んでくださる、それが私の目的ゴールになっているでしょうか。もしかしたら私たちは自分が成功すること、自分が立派な人間になること、お金持ちになること、そういうことをゴールとしてないでしょうか。神はこの21世紀においてもノアを探しています。ノアはその束の間の喜び、自己満足に陥らない、神に喜んでもらいたいと思って生きていました。皆さん、この時代のノアに皆さんなりたいと思いませんか。アメン。詩編14:2、主は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。皆さん、私たちの本来の生き方、このノアを通して今日私たちは学ぶことができるのではないでしょうか。結論を話します。まあ、今日の説教の狙い、説教のポイントを、まあ、繰り返して終わりになります。まず一つ目は、私が神を信頼するとき神が喜ばれるってことです。最善かはなされない、神は良いことしかなされない、それを信じ信頼することを神は喜んでいます。あなたはどうでしょうか。神が最善かはなされないってことを信じているでしょうか。次に、主を心から礼拝するときに主は喜ばれる。礼拝するときに神を喜ばせることだけを考えているでしょうか。神が喜んでくださることだけを望んでいるでしょうか。ある人は自分が喜ぶために礼拝をする、あるいは聖書の知識がプラスになったり、あるいは自分が癒されるために礼拝を捧げるということもあり得るんです。でも私たちは主が喜ばれることだけに関心を持って礼拝していきましょう。集中していきましょう。そうしたら神が喜ばれるので、結果的に私たちも喜ぶし、癒されるし、祝福されるんですね。皆さん、結果的に来るものをですね、私たちは、求める必要はありません。そして3つ目、今日胸を当てて、私は神を信頼しているだろうか、それを深く考えて、今日祈りの時間でですね、本当に私は神を信頼しているだろうか、神が良いことをしてくれる、神が最善をしてくださる、そう私は信じているだろうか、黙想してみましょう。そしたら最後4番目、神を信頼するという決断をしましょう。ある部分は信頼してるでしょう。でもある部分はまだ信頼できてない、そういう部分があったとしたら、今日信頼します。そういう時にどういうふうに現れるか、例えば悩んだり恐れたり心配しちゃうんですね。それは信頼しきれてないんですね。心配恐れ悩みを全部神の手に委ねましょう。そしてどんな時にも神に従っていく。皆さん、今日良い決断ができる時となりますよ。今日神の御声を聞いたら、心を固くなりしないで神に答えられますよ。イエス様を愛する人はアーメンと言ってください。アーメン。お祈りいたします。天のお父様、一人お一人が今日の人生を通し、
どうしたら神に喜ばれるか、神が喜んでくださる人生を目指していけるか、そう決断できるようにと、主の中から私たちに御言葉をくださり感謝いたします。主よ、どうぞ私たちもそのような生き方、21世紀のノアとして神が喜んでくださるような生き方を決断したいです。そう生きたいです。助けてください。そう祈らせてください。イエス様の皆でお祈りいたします。アメン。皆さんとしてはお祈りの時を持っていきたいと思います。お祈りをするときに神様は助けにしてイエス様を与えてくださいます。私たちにはできない、だからイエス様が来られたんです。だから祈るんです。主を助けてください。あなたが喜んでくださるその生き方をすることができますように、皆さんとしばらく祈っていただきましょう。イエス・キリストの名で感謝してお祈りいたします。アーメン。じゃあ皆さん立ち上がってください。賛美をしながら捧げ物を準備してください。捧げ物を世界の行く前に置かれている献金箱に進んでて、捧げ物をしていただけたら幸いです。キリストの体だからこの賛美をしていきたいと思います。ラララララララ一緒に泣き喜ぼう。
私たちのシエスは渡されるよパンを取り感謝してこれを先こう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるため、このようにしなさい。取って食べなさい。信仰を持って心の内に
キリストを味わいましょう。私たちも主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げて後こう言われました。この杯から飲みなさい。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。これを飲むたびに私を覚えなさい。これを飲むたびに私を覚えなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。もう一度お祈りをしたいと思います。どうぞ声を枯れて祈りに心を合わせてください。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き主の聖餐に預からせてくださったことを心から感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように、主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主キリストイエス様の御名で感謝してお祈りいたします。アメン。あなたはあなたに、あなたは我が神、あなたは神様の御子、そしてイエス様の送られた助け主聖霊様、三位一体のこの神様、父と子と聖霊なる神様、今共に働き私たちを助けてください。この愛の交わりの中に入れてくださっていることを感謝いたします。今病があったらその病をイエス様の十字架によって癒してくださることを感謝いたします。病を癒されよ、直ちにその根が呪いからされ、また健康になるように祝福します。そして天のお父様、悪魔くれが私たちを支配し、私たちを脅かし、私たちを脅かしているならば、今イエスの皆によってこの不信仰と汚れと愛を壊すこの力を打ち砕く。イエスの皆によって今この悪霊の上に出ていけ、出ていきなさい。そして聖霊で満たしてくださり、私たちはあなたの子供です。
あなたに愛されています。そしてイエス様はお兄さんです。聖霊様は助け主、天のお父様は私たちのお父さんです。私たちはその息子娘、プリンス、プリンセスです。主を愛してくださりありがとうございます。今あなたがくださる聖霊の満たしで溢れさせてください。聖霊で溢れさせてください。イエス様の愛で溢れさせてくださいますように、祝福してください。祝福してくださいますようにお願いいたします。おー、イエス様の愛で溢れさせてくださいますように、祝福してください。主の愛で祝福してください。主の愛で祝福してください。お願いいたします。主よ、あなたの力で溢れさせてください。あなたの力で溢れるように、あなたの愛で溢れるようにお願いいたします。おー、主イエス様ありがとうございます。イエス様、あなたの祝福で溢れさせてください。イエス様の祝福で溢れさせてください。イエス様の御霊で溢れ流れるようにしてくださいますようにお願いいたします。おー、天のお父様、エレンの園から、その中央から受ける水が流れていたように、主よ、心の深いところから聖霊の命が溢れるように、聖霊が溢れるように祝福してください。溢れ続けますように、溢れ続けますように祝福してください。溢れ続けますように祝福してください。イエス様祝福してください。イエス様祝福してください。主よ、お願いいたします。オーハレルヤ、天のお父様ありがとうございます。あなたの力に溢れたこの一週間になりますように。主よ、ありがとうございます。あなたに従っていく力、あなたを信頼し信じ切る力、そして神を愛し自分を愛するように他者を愛するその力、主を与えてください。その力が必要です。伝道する力が必要です。信じ切る力、愛するにも力が必要です。主を今あなたの力で溢れさせてください。感謝し、あなたを愛します。イエスキリストの皆でお祈りいたします。アメン。誰よりもあなたを愛してる、あなたを誰よりもあなたを起こしてる。
祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願うとは、我らの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、集いましたお一人お一人と共に、そのご家族や親族一同の上に、インターネットやメディアで共に礼拝を捧げた方々と共に、今も後も、やよ限りなく、あらんことを。アメン。アメン。アメン。感謝を持って愛する皆様に感謝の拍手をお伝えしたいと思います。アどうもありがとうございました。これで閉会になります。お座りになってください。では、遠方より、お母さんのお母さんですね。初めて、閉会に参加。